はい、プラマイです。では今月の新曲3曲目、病気は治るお届けしたいと思います。人生の試練の大きなものの一つ、仏典を読んでも釈尊が熱心に病気を治した記述は少ない。ある町で疫病が蔓延した時に呪文を唱えつつ聖水を舞い、それを食い止めた史実はあるようだけれど、大抵においては滅びゆく肉体に執着せず、魂の救済を解かれた宗教家として積み上げてこられた実績への自信もあったのだろうけれど、何よりも信じる人々の力が高まって広がってきたことが大事でしょう。魂の親、この地球の思考し見直せない、病気などない気づき祈れば病気は治る。父もはじめはあまり病気治しには積極的ではなかった。合理的な教えを説こうとされたからだろうけど、救世主として不釈神妙の伝道を始めると、あちこちで医者に見放された。人の病気が治り始めた、難病奇病と言われるものが主にあったり、言葉を聞いたり、主が通り過ぎただけで治り始めた。宗教家として積み上げてこられた実績への自信もあったのだろうけれど、何よりも信じる人々の力が高まって広がってきたことが大事でしょう。魂の親、この地球の思考心に直せない
病気は治る、お届けしました。